あるかもしれないので、そのあたりはご注意いただきたいと思います。はい、雨のピークは過ぎたんですが、えー、現在、大雨注意報が出ているところもあります。はい、岩船地域、魚沼市、南魚沼地域、上越市、妙高市には、大雨注意報が引き続き出ていますので、大雨に注意してください。はい、あと、それ以外のところも、これまでまとまったね、雨が降っていますので、地盤など緩んでいるかもしれません。えー、緊急地震速報です。 大きな揺れに警戒してください。運転中の方は、ハンドルをしっかり握ってください。新潟県に、気象庁緊急地震速報です。身の安全を図ってください。運転中の方は、ハンドルをしっかり握って、落ち着いて行動してください。新潟県に、気象庁緊急地震速報です。 えー、たった今、気象庁緊急地震速報が流れました、えー。千葉の南方沖で地震が発生した模様です。強い揺れに警戒が必要なのは中越地方です。中越地方で強い揺れに警戒が必要です。えー、気象庁の緊急地震速報が流れました、えー。千葉の南方沖で地震が発生しました。中越地方では、この後、強い揺れに警戒してください。中越地方では、強い揺れに警戒してください。 気象庁から緊急地震速報が出されました、えー。現在、まだ震度などはっきりした情報はないんですが、千葉の南方沖で地震が発生したようです。中越地方では強い揺れにこの後警戒が必要です。中越地方にはこの後強い揺れが、えー、起こるものと思われ、警戒が必要です。はいえー、まだ震源など、えー、新たな情報は入っていませんが、えー、新潟県に緊急地震速報が発表されました。 中越地方では大きな揺れに警戒してください。落ち着いて行動し、直ちに身の安全を図ってください。激しい揺れは長くても1分程度で収まります。落ち着いて行動してください。物が落ちてきそうなところや大きな家具、ガラス窓からは離れてください。火の始末は揺れが収まってから、落ち着いてから行ってください。なお、車の運転中の方は、急ブレーキをかけずに、 緩やかに速度を落としてください。震源地や地震の規模はまだ分かっていませんが、震源が海底にある場合は津波が発生する恐れもありますので、念のため海岸や川の河口近くにいる方は安全な場所に移動が必要です。この地震に関する詳しい情報は入り次第またお伝えいたします。現在、千葉の南方儀で地震が発生した模様で、中越地方で 強い揺れに警戒が必要です。この後中越地方で強い揺れに警戒が必要です。